とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出た装備を使っていきましょう。これ、ウィンドボーです。これはものすごく理想的なエンチャがついてます。バーストボーストリング、そしてクールダウンショット、アーティファクトチャージ、虚無ですね。もうまさに理想です。まあ、贅沢を言うならば、ロールチャージを、元々からついてる、バーストゲイル棒の方に、これプラス弱体化がついたら最高なんだけどね。でも、これもなかなか出るようなやつではありません。使ってみましょう。行くぞ！それでは行きましょう。季節のクエストですね。初期 HP が1っていうところが、ちょっと問題点かな。でも、まあまあ、問題なくいけるでしょう。方位変更でも大丈夫。 OKOK。 あ、矢の弾数だな。弾数が結構少ない。うん、驚くほど少ないかもしれない。これはちょっと矢の確保が結構問題になってくるな。矢の確保をちょっとしていかないと、これ後々絶対きつい。うん。なんか積むような場所が出てきそうな気がするので、矢の確保は、そこ問題だな。一応、サプライズギフトで、矢は出ることもあるんだけども、出ないこともあるからね。なるほど。これ無限増殖ができた時代にはすげえ強かったかも。うん、今はちょっとね、この矢の確保が問題になるかな。いや、すごいいい、すごいいいのよ。いい感じに敵に、虚無ばらまけるし、敵を引き寄せて怒りで攻撃がねはかどるんで、いい感じなんですけど、これはちょっとむ、矢の確保が、それだけが問題です。本当に怒りと帯電との相性が、かなり、まあそれが逆に危険になることもね、あるのかもしれないけどね。でもまあ使った感じすごくやりやすいです。じゃあ、確実に、ポーションバリア入れて、サプライギフトを発動させていこう。そうしないと、マジでこれ矢が足りないぞ。最初のうちはあれかな、ソウル系装備をつけて、やっていったらいいのかな。ソウル系でやっていった方が矢不足は解消できるかな。いやー、それでもまあ難しそうだけど、行くぞ。じゃあ、まあ、この矢のね段数を気にしながら頑張っていきましょう。もちろんね、キャプテン全部倒します。キャプテンは全部行く。多分洞窟の中に、6体全部いると思うんで、そこは狙っていきましょう。どんなやつが出てきてくるだろう。あんまりエグすぎるやつだったらボスがね勝てないんだよな。前も自分の攻撃力が下がって HP が上がった時にダメージ全然入らなかったもんね。あ、でもまあまあまあ、怒りならいけるかもしれない。うん、この怒りだったら大丈夫だもん多分。しゃ、ちょっと待って、あ、間違えた。いいね、いいよ。で、脅威まずはね。で、もう一体いるでしょ。よっしゃあ、あー、止まった。おお、止まるな止まるな。なんすか、モブ速度 100%。 ああ、問題ないやつが来ちゃったね。ちょっと問題ありのやつが来た方が動画的には面白くなるんだけども、なんだ、プレイヤーのダメージ 20% か。あー、まあまあ 40% よりもマシだけども、うん、まあ HP 強化が来なければ
40% でもね、面白みが出たと思うんですけども。まあいいでしょう。しょ、危ねえ、危ねえ。これね、少しだ、トゲには要注意でいきます。トゲではね、死ぬことがあるんで。あー、ちょっとのいて、ちょっとのいて。あー、嫌なやつ。防護付きで来るだって。よし、でも矢が出てきましたね。おっとととととね、じゃあ先にいるかな。なんかキャプテンが見当たらないんだけど。 OK、 矢が嬉しい。こんなにも矢が嬉しいと思ったことは久しくない。よし、矢を出してくれ。ほんとこの矢がね、生命線だからね。しゃ、うん、いるかい。おーおー、モブの速さが尋常じゃないぞ。まあそれはそうか。 OK、 OK、 ここで一気に叩く。しゃ、え、他いないで、脅威でしょ。こんなもんだったか。あと1体ぐらいいて。いや、いないわ。ちょっといなかったっすけども、まあいいか。あー、トゲだ。トゲは毒ダメージと帯電でなんとか退散してください。いけい。多分この道中にはね、キャプテン多分いないんだよね。あの洞窟の中限定でいると思うんで、この先にはいないか。まあいいや、ボスまで飛んじゃいましょう。じゃあ、まあ矢が欲しいけども出ないな。いや、出てきてくれ。あ、今はサプライギフトか。レベルアップ。はいはいはい、そろそろ支給箱があるから。危ねえ。 OK、 ナイスナイス、いいよ。あ、でも全然クールダウンが発動してない。リフレッシュか。なのでこの先ちょっと厳しいか。いや、こんだけダイナも溜まってれば大丈夫か。あー、落ちた。いきまーす。いいね。 OK、 150本あればもうだいぶ良くない。やべ、じゃあ、いや、いいね。スライムがいてくれるとリフレッシュがはかどってたまりませんわ。よし、オッケー、いきます。ああ、もう最悪。いや、やばいやばいやばい。矢がちょっとほんと少なくなってきた。止まるな、止まらないで。もう行こう。もうちょっと落ち着いて、もうあそこはもう抜けよう。うん、オッケーオッケー。ちょっとスライム倒してリフレッシュだけは発動させていきます。97か、厳しいかな。 OKOKOK、 おい、大変な嫌だったぞ。でもポーションバリア入れて抜けていく。よし、まあいいんじゃないですか、こんだけあれば。いきます。まあまあまあ、ダイナモで一撃ガツンと行かせてもらいます。入った、入ったね。よっしゃー、終わりだー。はい、
ということで、あんまりえぐいエンチャントではなかったんですけども、クリアですね。これ、ウィンドボー、いい感じ。いい感じです。すっげえいい。ただ、矢の確保が、ちょっと難しいので、そこを注意していければいいと思います。まあ、防具にサプライズギフトが入ってると、若干なりともマシになるので、それで軽減されてる感じですかね。では、報酬見てみましょう。いいやつ作るかな？見てみまーす。なんだろうね。何が来るでしょうか。頼む。まずこっちは違いますね。ダメだ。クールダウン編成入っておりません。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おーい、エンチャントが真ん中に集まりすぎてるぞー。